エバーグレーズ国立公園は、エバーグレーズの南部を保護しているが、元の出現地帯のわずか20%に相当するのみである。公園の面積は2357平方マイルで、世界遺産となっている。主要部にアクセスする唯一のハイウェイは、フロリダ州道9336号線と、公園内へ続く延長道路で、 フロリダ市からフラミンゴの海岸まで38マイルを走っている。ビジターセンターとその他の小規模な公園施設を除き、公園内は開発が行われていない。この1296,500エーカーの地域はマージョリー・ストーンマン、ダグラス自然保護区に指定されている。この地域は1934年5月30日。 米国の国立公園として認定されたが、1947年12月6日まで完全には設立されなかった。公園は1976年10月26日、国際生物圏保護区に指定された。1978年11月10日、公園のほとんどが自然保護区に指定された。自然保護区域は2003年に1296,505エーカー。 すなわち、公園の約86%をカバーするように指定された。1979年10月24日にはユネスコの世界遺産に、1987年6月4日にはラムサール条約登録地としてリストアップされた。公園内には多くの駐車場とトレールがあり、その中で最も有名なトレールはアンヒ品ンがトレールである。 このトレイルで水鳥に接近することができる。校舎の鳥はしばしば木道の手すりに止まる。公園には一年中化がおり、夏は虫よけがあっても大きな問題となる。2005年11月、ハリケーンウィルマはフロリダの先端を横切り、公園を破壊した。公園内のフラミンゴ地域は大きな損害を受けた。ビジターセンター、ロッジ、レストラン、マリーナストアは閉鎖され。 自然保護官が付き添わない旅行者はその地域に入れない。2006年3月14日、現在、マリーナストア、ビジターセンターとボートランプが開いている。ロッジ、フラミンゴレストラン、ボタンウッドカフェはまだ閉鎖されたままである。最新情報は、エバーグレーズ国立公園の公式サイトで見つけることができる。エバーグレーズ国立公園は東を、マイアミ、ホームステッド、 フロリダ式の都市部と農村部に、南をフロリダ海峡とフロリダキーズに、西をメキシコ湾に、北をビッグサイプレス国立野生保護区に囲まれている。ビッグサイプレスはエバーグレーズ国立公園の北部に似ており、公園自体の約半分の大きさがある。公園の南地区にはアーネスト F コービジターセンターがあり、公園の中心となっている。ビジターセンターは、 ホームステッドとフロリダシティのちょうど西側の修道9336号線沿いにある。そこから西に4マイルのところにロイヤルパームビジターセンターがある。ロイヤルパームビジターセンターとアーネスト F コービジターセンターの間の一般的な地域は数マイル西にあるヒドンレイクエデュケーションセンターとダニエルベアードセンターと同様松が自生している地域に包まれている。 大きなテイラースルーがロイヤルパームからフロリダ湾まで流れている。またロイヤルパームの西側にロングパインキーがある。ロングパインキーはロイヤルパームから9336号線で約4トルのところにあり、松が自生する地域に似た森の中の有名なキャンプ場である。9336号線で西にさらに4マイルのところに、 パヘオキー展望台がある。一段高くなった展望台で公園を北に見渡せる。9336号線は南に続き大きな沼杉の湿地を通っている。この沼のちょうど外側にマホガニーハンモックがある。アーネスト F コービジターセンターから20マイル離れた公園の奥にあるトレールである。さらに南に行くと海岸沿いのマングローブの湿地に至る。 無数のマングローブの木に隠れて多くの小さな湖のような入り江とフロリダ海峡に注ぐ川がある。この地域の沼地のような入り江はルイジアナを除き米国唯一のものである。非常に数は少ないがアメリカワニがいる。またこの地域にはフロリダマナティがいる。涼しい秋の朝水面でしばしば見つけられる。9336号線の終点には フラミンゴビジターセンターがある。公園内の最南端のビジターセンターである。ビジターセンターは、乾燥した海岸沿いの草原地帯にあり、フロリダ湾のすぐ北にある。フラミンゴから伸びるトレイルは、西に伸びフロリダの最南西部の岬、ケープセーベルに至る。またフラミンゴから伸びているのは、99マイルウィルダネス、ウォーターウェイで、南のフラミンゴから、 北のガルフコースとビジターセンターへのカヌー旅行ができる。ガルフコースとビジターセンターは、エバーグレーズ国立公園の北西部だけでなく、隣接するビッグサイプレス国立野生保護区についても、ビジターセンターの機能を果たしている。公園の北地区では、最も有名な場所は、シャークバレービジターセンターである。このセンターから始まり、そして終わるトラムロードは、公園の北東部の境界から、 シャークリバースルーまで約7マイル伸びている。シャークリバースルーは広大な淡水の湿地でオキーチョビー湖からフロリダの南西海岸まで流れている。シャークリバースルーには無数の小さなジャングルのような紅葉樹のハンモックが点在し多くのエバーグレーズの哺乳類と鳥類の生息地となっている。一般的なシャークバレー地域はおそらく旅行者が エバーグレーズのことを考えるときほとんどの人が思い浮かべる地域で果てしなく広がっているように見えるソーグラスにあらゆる方向から囲まれている。アリゲーターと渡る水晶はしばしば旅行者の足元に来る。時にノロノロしたアリゲーターは道を塞ぐ。シャークバレートラムロードが北に引き返すところにシャークバレー展望タワーがある。南にソーグラスの草原を見渡す十五フィートの タワーである。島の土壌はとても肥沃で、しばしば氾濫にさらされるが、徐々に水の地域が土に置き換えられつつある。植生は豊かで、多く、ポドフィルム、野生のオレンジ、キュウリ、ポーポー、カスタードアップル、野生のゴムの木は固有種の一つである。その上、様々な野草があり、とりわけ欄は特筆すべきである。二つの季節、うっと寒気があるが、 気候は温和である。公園で有名なのは、身近をのすり、大橋格好、大フラミンゴで、北アメリカ大陸で、唯一の常時暮らす場所となっており、通常フラミンゴの街の近くにいる。その他、詐欺類、アメリカトキコ、ベニヘラ詐欺、トキ類のような渡る水鳥も豊富である。鶴もどもエバーグレーズで見つけることができる。猛禽類としては、珍しいシ飛び。 一般的な型赤のすり、ミサゴが挙げられる。フロリダ湾の干潟で水鳥、黒ハサミやジサシが、フラミンゴの町から見られる。カナダカワウソ、アメリカアリゲーター、アメリカワニがおり、鹿と絶滅の危機に瀕している、フロリダピューマも見られる。1979年に世界遺産リストに登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。1993年に、前年のハリケーン、アンドリューによる被害などを理由として、危機遺産リストに載せられた。その後の当局の取り組みによって2007年に、リストから除去されたが、水生生物の生態系の悪化などを理由として、2010年に、再びリストに登録された。ありがとうございます。